はい、皆さんこんにちは、タートルです。今日ですね、このバランスボールを使ってプランクの負荷を上げてですね、姿勢を良くして腹筋を使おうと思います。実際プランクなんですが、やっぱり床でやってる人っていうのはもう慣れてくると、やっぱり時間がね、どんどん伸ばしていけば効くんですが、やっぱり少しね、時間を伸ばすって言ってもめんどくさくなってやらなくなったりね、する場合が結構ね、あると思います。んで、こうやってバランスボールを使えばちょっと負荷をね、上げてプランクができますんで、ぜひやってほしいかなということでやっていきます。もちろん自分でやってる場合に、例えばプランクして背中にね、ウェイトを乗せればもちろん負荷上げれるんですが、やっぱり危なかったりとかね、もちろん持ってなかったりする場合もあると思いますんで、今回こうやってバランスボール結構皆さん持ってると思うんで、これを使ってやっていこうと思います。じゃあまず行きましょう。普通通り肘をまあつきまして、ほんでこの状態で手がね、遊んじゃうんで、手は組んでおりましょう。肘ついてこの手を組んでですね、足を伸ばしてボールから体を離してですね、この状態でまず肘をグッグッと下に、ボールを下に潰す感じでやっていきます。こういう感じでまず20回ぐらいやっていけばですね、少し腹筋が厚くなってきますんで、やっていきます。で、この今度はですね、お尻を、肘は固定したまま、お尻を動かします。このお尻をですね、上げるときにしっかり効きますんで、やっていったらよろしいかと思います。んで、お尻を動かすときに自然と肘も動きますんで、さっきの肘だけでやるパターンよりも少しきつくなります。肘だけでやるパターン、お尻が動かない状態で肘つきます。で、今度お尻をこういう感じで動かすとですね、自然にお尻が下がった時にボールも下がりますんで、こうやってやればですね、しっかり体幹部に効かすことができます。はい、お疲れでした。普通のね、例えばプランクじゃなくってクランチとかやってるとですね、背筋も同じようにやっていけばいいんですが、結構背筋やらずに腹筋ばっかり、クランチばっかりやっちゃうとですね、猫背になってしまってですね、しっかり体幹部が弱って、腹筋だけついて姿勢が悪くなるっていう風になっちゃいますんで、たまには背筋もいいんですが、こうやってプランクで負荷を上げていけばですね、姿勢がいい状態での腹筋が固まりますんで、そういうこともね、しっかり意識していくとですね、猫背にならない、お腹が出てこない、腹筋してもお腹が出てしまうっていう人は、こういったプランクで負荷を上げてみてはいかがでしょうか。今日はプランクを、負荷を上げるバランスボールを使ったメニューでした。ご視聴ありがとうございました。ぜひコメントもください。